はい、こんばんは。おい、なんやねん。まいったー。ボラと行くと今日もボラってる。ちょっと帽子でこうやってこうやってよいしょ。ほらほら出たほら出た出た出た。出たそんなことどうでもいいんですよ、うん、どうでもいい。今日の企画は半月の時、はい、Kムラが強いのか赤下地、金下地、紫下地どっちが強いのかっていうのはね。なるほどですね、うん、こう見た感じ、うん、ほぼ闇夜よね。そうね、半月ね。でも半月やけんぼっちぼっち、うん、なんでやねん。今日のお前もなんやねん。半分よりちょっと月が大きいかなぐらい、まあそんな感じでですね、うん、半月、うん、で、まあ、半分ってどうなのっていうところでちょっと半分もやっていきたいと思います。半分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 半月半月今日は半月どっちどっち強い。キムラ人面魚やん。はい、スタート駅は村地3号のノーマですね。3号ノーマル村地で、うわぁ、なんや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 、魚か。え、俺のところが悪いだけ。でかだ、でかでかでか、うん、追っかけてきとった。あ、抜けた。めっちゃ追っかけてきとったもん、今目の前で見えたもん。なくて一投目ですね、この営業系のパープルシャドウ、シャローですね。これでやっていきたいと思います。さあどっちが強いんでしょうね。今日ね、小潮でね、ちょうど半月よりちょっと大きいぐらいか。まあ、いや潮いいよ。いや潮めっちゃいいもん。ギャンギャン生きよる。月はね、あんまり出てないっすけど結構浮いてるっぽいんで、最初ちょっとボトム狙ってましたけど、中層ぐらいはちょっとね、中層より上ぐらいをちょっと意識した釣りを、もう着底もさせないっす。うわ、トビウオ？あ、ボラ？フリーホールで台取った。ちょっとこれ釣ったか、ドナカ。嬉しいけども、ゲッチュです。300ぐらいですね。300ぐらい、ゲッチュ。フリーホールでした。フリーホールでキャストからのフリーホールで台できたっすね。今日活性が高いかもっす。イカが釣れてるんだけど、エイの目の前にいっぱいおる。うわ、やば、バリボロボロ。チャイちゃん、今日2杯目です。ありがとう。今日ちっちゃいてつらい。じゃあ僕はね、窒光ボディ、これはねちょっとオリジナルのエギなんですけど、山下のね、エギを切るライブにチラつきイワシの布の上から巻いたんですね。魔女クロスっていうのを、ちょっと潮通しがいいと思われるさっきのミニラッチョが
釣ったポイントに投げちゃおう。力を溜め込んで、溜めて、溜めたパワーをいってこーい。わあ、めっちゃでっかいエイやわ。エイがいる。着地してんな、しっかり。いや、このね、エギオ級ライブはすごい塩切ってっから、ちゃんと着地取れる。そういうとこ好き。ちょっとね、今ね、ケイムラチーム一歩リードなんでね、しっかり検証して、しっかりこっちの方が釣れるんだよってお知らせしないと、皆さんに。うわー、なんか塩あんまりいってないわ。着底してるわ。このエギか、すげえ塩切ってくんだもん。着底してるわ。よし、きたー、いましたよ皆さん。あ、ぼちぼちです。あ、これ魚かも。あ、これエイヤは。あ、抜けた。エイヤはそこにおる。おんなる。いや、びっくりした。でも引くのは楽しいね。クラクラウッディ赤テープがね、このお腹のところにピャッて入ってるやつでね、釣っていこうと思います。ラトリ入りだよ。塩緩んどるよ、さっきよりは。さっきよりは緩んどる。だっていい感じな感じ。いや、いいよ。俺はこの感じ好きだよ。いや、結構は半月でも明るいんですよね、意外とね。半月ぐらいに来たらもうだいぶ明るいから、ケイムラの方が強いのかなぁ。さあ、エイ来てもた。エイ。来てもた。あれ、これイカかな。イカかも。イカやん。全然引かんやん、あんた。真っ白系いけたよ。あ、ふみちゃんにも来ましたよ。やっぱ赤テープも強いんだぞ、クラクラ。あ、ね、そのイカ取っとって。クラクラウッディ、はい。ようやくね、ちょっとまあ2対1ですけどね。まあ、赤テープもちゃんとやれますよっていうのね。アドバース。テーギングって楽しい、大好き。ちっちゃいな今日。ちっちゃいね。やろ。いや、さっきのイカ全然引かないんだった。一回もビューってならないんだったよ。ぬるるんって上がってきた、本当。ほら来た。あ、うか、いい。塩入ってきたんじゃないこれ。俺もそっち行く。あだー、ちっちゃい。サイズダウン。サイズダウン。当たっちゃう。それ逃がそう、かわいい。あざます。はい、同点。よし、同点かな。ここ俺の場所。ちょっと怖いけん、確定が下がる。さっきちょっときつすぎたかな、足を。かも。ホールで抱いてくるぐらいやから。 E がそんだけ動いてるってことよね。動かんとさせん。よいしょ。どっち。あ、いいかも。イカっぽくない。はい、イカっぽくない。クックしてない。そうかな。これイカやん、それ。それ絶対オッチ。いや、でもキロはないよ。いや、オッチだよ、それ。オッチね。うん、それはオッチ。うん、やったもんね。オッチじゃないの。オッキーと思うよ、思うよ。誰かハサミ持ってきて。ハサミ、なんでやねん。でこー。おっちー、おっちーよ。キロはないけど800、900あるんじゃない。わー、いいね、そのジェット。俺も味わいたい。ちょっと待って、ギャフ取ってくる一回。それギャフいるわ。
ギャフギャフ。パパパパパパナッシュ。はい。おっちおっちこれはキロあるぜー来たぜー赤テープー皆さんクラクラスティー買いに行きましょうおっちそれおっちーはうわエンペラー大きいねこれこれ大きい ねエンペラーがでかい、うん、こちらですね、はい、さあゼルル俺800あー惜しいどうぞなんだ惜しい100だに100惜しいわでもいやインサイズよ、うん、おはようございますエンペラが太かったね、うん、手が丸々隠れるぐらいもあーお疲れ様でした。まあ、結果的には、うん、グーミンが使ってた夜に強いネギ、うんうん、ってのがまあ、うん、数的には3倍、うん、まあ300ぐらいの2杯と、うんうんうんまあ、900キロないぐらいですね、うん、自分がまあ 300ぐらいの2杯、うんうん、自分が釣った時はまだ月が見えてた、うん、あ、なるほど、うん、確かにけど、うん、フーミンが釣った時って、うん、もう月がほぼ山の後ろに行っとったね。そう、あ、月あるな、ゲームラ使おう、うん、あ、山に隠れたな、雲で隠れたな、うん、で、エギをチェンジしたりとかもなるほどねしてっていいのかなって、ね、確かに雲に隠れたりもするもんね。もうする、長い間隠れたりとかもするね、うん、雲が多ければ隠れるし、うんうんってのもあったから、うん、やっぱそういうこう、うん、気づきっていうか発見もあったかなって、うんうん、確かに回遊ポイントでもあるけんね、そこにバチッと当たったっていう。まあ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 、それもあると思う、うん、まあいろんなやっぱタイミングはもちろんありきの話けど、うん、まあまあまあそんな感じで釣れたので、うん、まあ良かったんじゃないかなと思います、はいうん、ちなみに釣れたエギは、うん、クラクラウッディですね。ああ、俺が貸したクラクラウッディね。あ、まあ、俺は安定のムラチェブルポスね、うんうんうん、ムラチェブルポでケイムラカラーでね、これねなんか強い気がする、うん、これちょっと今季いいね。ねなんかね、うん、いいよねクラクラウッディ、うん、いやしかもちょっと透けるかな、わかるかな、このお腹のとこだけが赤テープ、うんうん、そうね、うんうん、ここのこの部分だけが、うん、ね赤テープが入ってってね、うんうんうん、すごい、それがまたいいのかもしれないですね。あとラトルも入ってるし、うん、この上にフィンがついてるのもすごい水の抵抗でね、いいね、いいよ、いい抵抗感じる、すごい。気になる方はぜひ使ってみてください、はい、冬やん、寒いやん、うん、冬で新しいウェアはまた出るみたいです。またなんか今作られてるらしいんですけど、うんうん、ぜひチェックしてください、うん、お願いします。そんな感じでですね、はい、はい、ぜひ今後も見ていただけると助かります、うんうん、はい、登録、はい、高評価の方、はい、よろしくお願いします。お願いします。ボルノです。